俺は釣り吉三平だ。どうもどうもこんばんは。今日は何を飲まれてますか？我々は昨日の夜ですね、ちょっと夜釣りをしたんですけど、この場所岩がこう見てね結構多いんですよ。でワンガマットのねこの場所が結構ねイカ釣りしてる人が多かったんで、いつかここでねイカ釣りをしたいなと思いまして、で来てみたんですけど、昨日はもうね一発で、岩に引っかかってしまって、もう仕掛けから何から全部取られちゃったんで、もうちょっと暗くてね対処できなかったので、で今日は夕方から、サーフ&ターフで食事の予定なので、それ小1時間だけねちょっとチャレンジしてみたいかなと思います。大物がね釣れそうな予感はするんですけどね。昨日も実はね滝さんはね1匹釣ってるんですよ。サビキでね、真っ暗の中、彼すごいんですよ。もう本当暗い中ね懐中電灯なしでサビキを垂らして、で一匹ちっちゃいの釣ってましたから、釣れるのは釣れるんですよ。ただね本当岩がね、非常に多いので、やっぱねウォーキングストリート側の方がいいのかというところで、この後はねなかなか釣りがちょっとできないタイミングが多かったんですけど、また後半戦ね釣りしたいと思いますので、その時はね大物を釣り上げたいと思っておりますから、結構ねイカ釣りのやつとかねサビキのセットとかいろいろ持ってきてるんで、できれば皆さんにね釣ってる姿をお見せできればいいかなと思うんですけど、ちょっとここはねフローティング型の浮きでねちょっとね重いのも持ってきてるんですけど、沈むとねここやっぱ岩場が多いんで、どうしても岩に食われちゃうんですね。なのでちょっとまあ表層にいるかどうか分かりませんけど、ボラみたいのがいればね、いいんですけど、ボラ見てないから飛んでないからね何とも言えないんですけど、まだちょっと早いんですよね。もうちょっとユーマズメのところで、やりたかったかなと思いますけど、もうワンチャンス、もうツーチャンスぐらいあると思うんで、サビキでね僕もサビキを、10セットぐらいは持ってきてますから、ただもう重りが2つ取られちゃってるんで、まあ、ちょっとどのようにして釣ろうかなというところなんですが、ちゃんとねこれ持ってきて、これもねカゴも持ってきたんですよ。カゴも、ね、1つ取られてしまいましたね。ということで、次回の動画をまたね釣り動画ありますからチャレンジしますので、楽しみにお待ちいただければと思います。ということで、サーフ&ターフを予約しておりましたので、こちらの方でお邪魔させていただきたいと思います。ワインはですね通常レストランで、購入すると非常に高いので、今回も、もうお二人はね台所のように使ってるので、持ち込みは自由でございます。持ち込み料も、なんかかかるんだかかからないんだかっていうふうに言ってましたので、もう常連割引が適用されているようですから、私どもは恩恵に授かっていただかせていただきたいと思っております。滝さんはね、ちょっとサーフ&ターフは初めてでございますし、過去動画でもね、いろんなサーフ&ターフで食べている姿ありますので、よかったらご覧いただければと思います。今回はこのね、屋内の、エアコンが効いたお部屋になります。で、ちょうど夕日がね、いい感じに落ちてますので、このカップルのところでね、ちょっと撮らせていただこうかなと思いながら、歩いております。どうですか？素晴らしい景色じゃないですか。この時間帯にね予約をされて来ていただければ一番ね綺麗な映像が撮れるんじゃないかなと思いますし、カップルねご夫婦ご家族皆様で、楽しんでいただける素晴らしい場所じゃないかなと思いますので、ぜひぜひ足を運んでいただければなと思います。とてもね料理も美味しくて、で綺麗ですよ。こちらはものすごく綺麗でですね、上品なお味で、創作的なねタイ料理になると思いますから、ちょっと見た目にもね美しいような感じになりますので、このねなんだろう、カニの春巻きみたいなのもねすごく美味しくて、カニがいっぱい具が入ってましたり、あとはこれは今日はねシーバスを頼んでもらいました。シーバスすごく美味しかったですね。スズキになりますね。本当は僕が釣ってここにね乗せる予定だったんですけど、残念ながら、イワシが釣れませんでしたので残念でございます。こちらの豚さんもとても美味しくいただいております。野菜付け合わせのね野菜も美味しいので、本当ビールのおつまみには最高で、今日もねまたね、なんと日本を防衛していただいていたジョンさんに
こんなことをねしていただいて誠に感謝の感激でございます。いつ私にミサイルを撃たれるかドキドキでございますが、というのは冗談ですけど、本当ね和気あいあいってやっぱりすごくね、優しい方ですよね。とてもとてもなんか日本人みたいな形で、いい方なので、こういう方がね、いろんな基地に皆さんいらっしゃるんじゃないかなと思いながらね、皆さんもこの動画をね見ていただければよろしいかなと思います。本当にね、こういったお二人が日本を防衛線をね守ってもらって、中国北朝鮮からの脅威をね、ずっと守ってきていただいておりましたから、とりわけねニュースというと米軍基地からのニュースってあまりいいニュースがなかったですけど、こちらのね、皆様見ていただいている視聴者の皆様はこんなお二人がね、司令官でいるということだけは覚えておいていただければ幸い光栄でございます。ここからねどん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 日が暮れてきます。日が暮れてくるとね、ほんと綺麗なグラデーションになってきますから、ぜひね皆様このパタヤのね夕日一度ね、ご覧いただきたいなという一線でございますので、私の中のビーチ100選の中のね、どれぐらいの位置になるかな、結構高い位置になると思いますけど、本当に綺麗ですからね、こちらで、まあこのお店でね食べなくても全然ね、パタヤビーチの方で、私のね好きな過去動画にもたくさん載ってますけど、中華レストランでね、あそこも今人気で入れないので、もう早いもん勝ちでね、早めに行っていただいて夕日をね待っていただければと思います。こちらパイナップルの、チャーハン、カレー風味でしたね。今日はねだいたいこれビールと持ち込み料だとか、食事代を入れて1人1000バーツぐらいのイメージでおりますので、ワインは別です。ワインはトムさん夫婦がお持ち込みいただいておりますので、2本持ってきていただいておりますので、だいたい1000バーツぐらいの予算で皆さん来ていただければ、だからワイン飲まれると、多分2000バーツぐらいな1人、ね、なっちゃうと思いますので、ワインは高いですから日本とちょっと違ってね、非常に3倍ぐらいしますので、そこだけは、皆さんね認識していただければ幸いでございます。ね、和気あいあいと過ごすこういう時間ね、ほんとねみんなで食べると美味しいですよね。いつもね私の一人グルメだと、1品か2品しか食べれませんので、でなんか寂しい時間の中になっちゃいますからね、皆さん私と一緒に添乗させていただければ、皆さんと一緒にね、合流して食事することもできますし、いろんな話をね聞けると思いますので、幸子さんがね通訳していただければ、米軍の話なんかも、軽いところはねしてくれると思いますので、よかったら皆さんぜひねお越しいただいたり、あと医療のね医療大麻の話なんかもたくさんトムさん知ってますから、そういった話もしていただければ幸いでございます。今度はステーキ来ましたね。やっぱ言ってましたね、沖縄にいた時は朝からステーキを食べてたと。だから沖縄は朝からステーキというあれは文化があるんですよね。本当ね米軍の方はステーキ大好きで、やっぱアメリカ人だなと思いますよね。必ずステーキが出てきます。これはね塩卵のソムタムですから、少し塩加減がきついですけどね、塩卵なもんで、ワインでもビールでも何でも合いますので、やっぱりねステーキが出てきたので赤ワインに切り替わるようでございますね。ということでみんなのグラスに赤ワインをついでいただきましたので、私もちょこっとね赤ワインを飲ませていただこうかなと思っております。いかがでしたか。今回は素敵なね夕日を見ながらのディナーということで、みんなでね和気あいあいと、お食事させていただく風景を映像にさせていただいております。皆様もよかったらぜひねサーフ&ターフお越しいただければと思います。過去動画にね、場所等書いてありますので、あと概要欄の方には、場所ね Google マップ貼っておきますので、よかったら遊びに来ていただければ幸いでございます。それでは長い間ご視聴ありがとうございました。バイバイ。また見てね。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。